その馬術競技ですか。馬術競技こう入るんですか。そうです。で、この骨のところの外側に私たちのこの爪に当たる部分があるので、その爪の痛くない部分に下から釘を打って固定していたりします。ということで、馬の足を守る蹄です。守るんですね。そうですね。やっぱり走るためとかじゃなくて守るためのことなの。そうですね。それで与那国馬なんですけど、彼らはあの見ました、ね、はい、あ、そう、与那国島に私も一緒です。学生時代に来ました。彼らは全く特定もしなければ親子もしないで、自然の状態でずっと捕獲されているので、手術も打たないし、足の掃除とかも人がすることはほとんどないですけど、やっぱり人が乗るとかレースに使うとなると、しっかり手入れをしてあげないと運動量が多い時の分減ってしまうので、減らないようにケツをつけてあげるという感じですね。あ、いっぱいいるから。ちょっと。指。こういう感じですか。そんな感じ。最初ここだと思って。これ、馬の蹄を、これ、中、骨入ってるの、ここが、まあ、歯骨って指の骨なんですけど、まあ、一本だけですね。で、これがどこかっていうのが、こちらです。人間の中指、ここまでだがこの長さ。退化しちゃう。あ、これで立ってる。こう途中で走ってるうちに、こっちは削れてきちゃう。でそれだとね、ちょっとね、誤解があるかもしれないですけど、やっぱり速く走るためにはまずは足が動く。ストライドを伸ばすためにはやっぱり足が長くなる必要がある。ただストライドを伸ばして体がどんどん長くなると動くのが遅くなってくるので、先端を軽くするためにだん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 指の本数が少なくなってきて、1本の指で太くて丈夫で、かつ足先が軽い状態で速く足を動かして走れるようになる。馬のことをいろいろと5月から11月まで学んできて、それぞれが課題を見つけて馬のことを調べていて、今年の授業から23年に帰っている夏です。